こんばんは。こんばんは、うん、こんばんは。あれあれあれあら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 、こんばんは。はいはい、こんばんは。今日の一番さんはコーラさん、ありがとうございます。広久鈴木さん、康介さん、こんばんは。N さん、あ、N さん2冊ありがとうございます。 N さん、 N さんありがとうございます。ということで、こんばんは。あ、こんばんは。ちょっと早くなっちゃって遅くなっちゃって、予定変更いっぱいすみません。エミリンが、あ、ちょっとまだ半になってないからまだ言わないでください。じゃあ、ほんとにズッキーさん、笠置さん、ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。ね、3位だってね、すごい接戦、僅差僅差。皆さん、貯めたゴールドをぜひ、よろしければよろしければ、そう、敵よろしく、コウモリしてくださると、昨日が喜びます。お疲れ様です。お疲れ様です。カープ HK さん、ありがとうございます。
そう、無料ゴールド、そう、ぜひ無料ゴールドは何とぞです。ありがとう、たくさん。ちょっとね、ここの与えちゃいましょうね。はい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 、りゅうさん、ありがとうございます。お知らせしたっけ？もう一回お知らせとごめんね。何回も言うには越したことはないから。こんばんは、ゆめりんが8時半をお知らせします。はい、はい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 、いえいえ、ここにいてるお本当にた君を見たよ。僕が知って、君とは全然違ってたんだ。はい、ということでお疲れ様です。山夏さん、ありがとうございます。フッキーさん、ありがとうございます。ノリヌーリ、ノリヌーリ、ノリヌーリ、ありがとう、コウモリ。こんばんは。うん、はい、ということで今日もお疲れ様です。そうですね、今日は朝めっちゃ寒かったけど、日中が暑かったです。私は、皆さんはいかがでしたか？ね、そう、服装に
悩んじゃいますよね。そうなのよ、うん、まあでも私はその上着を羽織ってレッスンとかは T シャツでみたいな感じでやってます、やってます。あ、しんちゃんさんありがとうございます。ありがとう、ありがとに乗る。これ着たいんだよね。スメールに送った。おー、クマ。クロケットさんありがとうございます、うんうん、そう、雲です、雲。あ、するよ。ごめんリコチン、ごめんねリコチン、あなたのルームを流してしまってごめんね。ランキングのところ開いたらその勢いでリコチンのところ開いてしまった、ごめんね。ごめんねリコチン、泣かないで、泣かないあるある、ね、あるある、そう3位ですということでびっくりした何かと思った、すみません、ちょっと内緒で、リコチには内緒、あまりリコチには内緒でとか言ったなんか言っちゃう人いるから、まあ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 泣かないで、泣かないで、そう、ちょっとリネタのとこ見てよついでについでだから、うん、あやった、私ミッション、ミッションがちょっとミッションでゴールドもらおう。これ自分にはね入らない、かわいいメガネ、すごい。あ、そっかリコッチは、そっか STU ウォーカーが、 STU ウォーカーの発売がね
そう発表されたからおめでとう。去年欲しかったな。エスティウォーカーはね、一昨年かな、あれ一回あったんだけど、一昨年かな、うん、一昨年ぐらいにあったよね、いっぱい。あ、3年ぶりか。サイン、ありがとうございます。そっか、ごめんね、私が昨日24時まで配信しなかったから。リーブさん、ありがとうございます。でこれリップ、あ、これもないのだ。私のお気に入りのリップがもう残り少なくなってるので、明日もしちょっと時間があったらちょっと買おうかなって思ってる。リリミュー、指原さんのリリミューです。お気に入りで何かハロウィンっぽいものないかな、ハロウィンっぽいないものないかな、家にハロウィンっぽいものないかな。ありがとう、たくさんコウモリ。あ、メールクロー、さっき撮った写真、
った黒。あ、私か自分の体が硬くなった話したっけ。メールでしようと思ってたんだけどしてないわ。余裕の女の話しかしてない。なんかね、私ね、あ、私の、はい、由美、滝野由美子のプチ近況。私もともと体が硬いんですけど、最近このコンサートのリハだったりもだけど、ツアーの途中ぐらいかツアーの最初なのかわかんないけど、まあ私たちだいたいリハーサルをするとき、レッスンをするとき、最初にストレッチをするんですよ。ちゃんと先生と一緒に体を伸ばしてほぐして怪我のないように、終わって公演が終わってとかレッスン終わりはだいたい各自ストレッチなんですけど、各自でやってねって感じなんですけど、そのレッスンの最初は必ず全員で一緒にストレッチをするのがもう決まりなんですけど、をしてて、なんか自分の伸びの痛さのなんか角度っていうか痛さの感じが違って、より硬くなったって思って入念にストレッチしてます、ずっと。そう、でもそれはその例えば右だけ伸びが痛いとか左だけ伸びが痛いとかじゃなくて、なんか全身全身。そうだから、そのツアー前とかってあまり公演に出る機会もなかったし、動いてなかったのかなって、そう最近より、そうそう、ストレッチをするよ、ストレッチをするし、終わってからも私一人でストレッチしてたりするし、あとは集合してストレッチまでにもストレッチしてたりするはは、気化予防にもなるし、そう、気化予防にもなるし、
テリーピーさん、ありがとうございます。あ、昨日は12時には寝れなかったです。あれしなきゃこれしなきゃで、そう結局寝たのは1でも1時には寝た。私ねカビゴン1時なのよ。だから全然良い、ちゃんとボーナスもらった。そうカビゴンのね、毎日の寝る時間を決められるんですけど、そカビゴンには毎日1時には寝るからねって言ってあって、確か前後あ1時その予定した時間より30分後か90分かな、1時間か前に寝るとボーナスがもらえるんです。からね、そうね、前は90分かな。そっかそっか。そう約束は守れたのね。そう約束は守った。みんみんさん、みんみんさん3冊ありがとうございます。写真集タワーだ、ありがとうございます。みんみんさん、みんみんさん、みんみんさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとう、ありがとう。コウモリもありがとう。よかったらゴールド余ってる方、そのミッションで、いつもミッションって言っちゃうんだけど、本当の名前は、あなたの本当の名前はにぎはやみ琥珀主じゃなくてミッション、あれミッションであって、私なんて言ってミッションって言ってたよね。ミッション、あれ違う、なんて言ってチャレン、あチャレンジだ、私がね、あチャレンジもらってない、いっぱいチャレンジめっちゃもらった、えチャレンジめっちゃもらったんだけど、チャレンジめっちゃもらったあ、コーラさん、ありがとうございます。またもや、ありがとうございます。ミッションって言ってた、言ってたか。みんなチャレンジ開いてみたらね、お菓子もらえるよ。そう、知らなかった。あ、でも、逆にお菓子は、もう大丈夫、私は。今、コウモリだけ集めてる。なんでかっていうと、私、ミッションの方の、あのイベントはもう達成したので、そうなの。
達成したのでもう大丈夫なんですよ。そう、ありがとうございます。その節はお世話になりました。そうなんですよ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 。あとはそう自分にさ興味がない分類でも見ちゃうよね、とっても、パスラマさん、ありがとうございます。こんばんは。わ、メール特権の可愛さありがとう。あ、乃木坂から飛んできた。あ、ごめんなさい、本当にこの時間、だいたいこの時間配信してるんですよ、私。すみません、私よくこの時間配信してるんです。すみません、ありがとう。こんばんはってコメントくれてありがとう。ワンクション起こしてくれてありがとう。私の、セカンド写真集をこのルームのカートボタンからチェックしてください。チェックしてくださいもうチェックしてくれると、この絵柄の生写真がショールーム限定でついてくるんですけど、どうですか。そうなんです。よかったら。そう、抽選でこれにサイン入ってるのも30名様に当たります。ちなみにこの絵柄の生写真がもらえるのって、
ショールーム限定なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。3位ありがとう。3位ありがとう。遊びに行きたい。いらっしゃい。でも私意外と、意外とでもないか、みんなにとっては意外とでもないけど、意外と何にもしてないよ今日も。あのね、みんなに元気って言って、今日も寒かったねって言ってって感じ。あ、富士さんありがとうございます。ありがとう。チェックしてくださった方は勝手にお名前を呼んで勝手にノートにメモしてます。はい、そうなんですよ。勝手に、全部勝手に。全ては勝手に。あ、一番盛り上がりだ。ありがとう。視聴者になくじゃなくなってから盛り上がりがあれだよね。コメントとかくれるのもさ、盛り上がりにつながるから素敵だよね。その来たからって来て何もできないんじゃなくって、来て盛り上げることができるってすごいいいことですよね。あとはコウモリのギフトを集めてます。無料のギフト、ゴールドとかからも投げられるんで、そうミッションたくさんしてゴールド持ってるよって方とか、まあ1個多分10ゴールドとかなんで、そうぜひよかったら気にしてもらえると。ちなみに10個一緒に投げた方がお得。私がそう、私がです。そうです。ブルーニャンさん、あ、いっぱい、デッドクルさん、マーシーさん、ありがとうございます。ありがとう。赤ちゃん可愛い格好してる。赤に配信始めたの。さっき見つからなかったけどな。あ、なぜなら9時から配信してるから。あ、何カラオケ配信。アヤンマがお礼配信。めっちゃ可愛い髪型してる。なんだって、家からそれ着てきたの。それなそれな。ちょっと私ね、これ15個持ってる。これあ、どうしよう、竹野由美子だった。私赤にまだ達成してないと思ってたけど、達成してる。もしかして達成してないよね。隣の部屋の歌声がめっちゃ聞こえるらしい。カラオケあんまり行かないな。そんなに、あんまりそんなに一緒だ。そんなに、あ、やった、ゴールドもらった。うカラオケに行ってるんや。私あんまり
カラオケに行かないな。そう、カラオケ行きます？そう、あまりあまり、そう、カラオケに行かないです。カラオケに行く回数よりなんかここで歌ってる方が圧倒的に多い私。二次会ではなんか大人だ、大人だ。私たちなんかあんまりないかも、そういうの。なんか飲み会とかないかも。アイドルだから私たちね。そうなの、みんな配信をよりやりたいとか言いたいから、だいたいそんなに、そう、そうなんだよ。ご飯行ってもそんな遅い時間まで食べてなかったりするかね。ヨロ限定の文字写真付き写真集、カートボタンからチェック。ヨロ、ヨロ限界、ヨロが限界だったヨロみたいな感じになってるけどヨロみたいな感じになってますが、そう違うんです。あ、ミストさんありがとうございます。ありがとう。ボーイの冷蔵庫に常備してる。バレた。でもこれは今日ちょっとレッスンがあったんですけど、ちょっとレッスンがあったんですけど、その時に2本買って1本飲まなかったやつ。です。そう、でも家にはいっぱいあるよ。あ、そうだ、また頼まないといけなかった。みんな楽天さ。今楽天のあれだよね、ポイントのあれがあれであれだから、みんなあれがお得、あれでお買い物マラソンしてるよ。お買い物マラソンしてるから楽天ブックス限定版のお時間がやってきました。私買っちゃおう。滝野由美子、滝野由美子ってやった、写真集って出てくる、嬉しいな。嬉しいな。5冊、とりあえず5冊、とり
ですね。あ、あ、あ、おい。とりあえずがそう、とりあえずね、えい、そう、みんなはとりあえずが札ぐらい買っとく。そう、ポイントもたまって、そうポイントもたまってお得。アマゾンプライムデーとかにはアマゾン限定版買ったらいいんだよ。賢い賢い。うん、あれ、あ、なるほどね。あ、はいはいはい。はい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 、はい、そう、ぜひみんなポイントを有効活用してね。ゆうちゃんずさん、ありがとうございます。ありがとう。そう、ぜひお得な時にお得なものを買いましょうね。イレーザーさん、ありがとうございます。えい、あ、ぜひ後から来た方とかもぜひコウモリを集めてます。ミッションで集めたゴールドとかでもうでも投げられるんですけど、コウモリを無限回収してで、そう、そうなんですよ。もらえばもらうほど喜びます。とっても。あ、ありがとう。ひょんなことから実はミッションもらえてたりするか、ミッションでゴールドもらえてたりするから、そうなぜひ、ああ、もう少しで、もう少しで、そこまであと1週間になっちゃう。大変だな。30日って何してるのかな。
ね、ほんま日向さんが卒業発表をされてて、びっくり。え、ひななさんも？寂しい。寂しい。ひななさん、寂しいな。マジ寂しい。ひななさんも、ひなたさんも、みんないなくなっちゃう。私もか。さて何かな。すごい、ありがとう。もうちょっとのはず。ありがとうございます。ね、寂しい。受けた。もうなんか今年卒業発表をした人、卒業をした人だけでさ、何かできそうじゃない？やんないけどってやんないけど、そのわかる、なんかもうすごい方々が今年卒業発表されてて、グループ作れるレベル。あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。そうだよね。そう、卒業発表組コンサート。え、めっちゃ面白い。確かに卒業発表組コンサートってめっちゃ面白い。めっちゃ面白いけど、めっちゃ大きいコンサートできそう。めっちゃ大きい、めっちゃいいコンサートできそうじゃない？ね。すごいな。人数も ST を超えるかも。いやー、でも本当に冗談じゃなくそうなるよね。こんなに卒業発表の方が多いってね、なんかびっくりするよね。もう私もだけど。わらわら。私は別にその誰に相談したとかでもないし、多分皆さんと同じ何かがあったわけでもなく、多分みんなそれぞれそうだと思うけど、皆さんそれぞれ自分で決意してると思いますけどね。サプリ食べます。高政さん、ありがとうございます。
まあ48グループ自体がまた新しい区切りと新しいショーとね、お迎えるのかなぐらい、各グループって私は ST は置いといて、そう、なんかすごいそうそうたる皆さんがだったりとか、いろんな本当にたくさん卒業されてて、また新しい、そう、世代じゃないけど、なんだろうね、時代、あ、時代、時代って言いたかった。 K さんありがとうございます。また新しいアイドルの時代になるのか、ごめん、すっごい一言で、なんかすっごい一言、アイドルでもなさそうな感じで言ってごめんね。そう、次のワゴン世代が来るかしら。まあそうだよね、また新しくね、なっていくんだろうな、いろんなことが楽しみだな、楽しみだな。あ、そう、 AKB さんもまた新メンバー募集だよね。ST は4期生っていつなんだろうな。 AKB さん結構スパン早いよね。だって私17期生さん3後輩か17期生って去年の何であったっけな、アットジャムかな、なんかで一回生で見て、あ、新しい子たちだってなったね。くまちゃんすごい、すごい、世の中にはこんなに、そんなにね、可愛い人がいっぱいいるんだって感心しちゃうよね。あ、くまちゃんが、STU は4期生はいつだろうな。今年入ったからな。さ、来年から来年かな。早くて来年。来年って言ってももう10月末だ。大変。大変。AKB の19期生として。無理だよ、私。向こうがお断りだよ。向こうがお断りっていうか、なんていうか。そう、多分そうだね、いやー、でもあんまり私別に、例えばじゃあ17期生とか18期生は歴で言うと後輩じゃないですか。だけどもし例えばだけど私が19期生で入ったとしたらさ、先輩になるじゃん。でそこはあんまり別にいいかも、ザ後輩みたいな気持ちもないし、そんなにね、会ったこともないから、なんかなんちゃらさんとかつけても全然本当に後輩、私永遠の後輩気分だから、全然大丈夫だけど、だけどそう、私はなんか、私はそうやって他のところに入るんだったらまだ続けるかも、 STU を。続けないけどねっていうか、そう、なんだろう、卒業はするけど、その他に入るくらいならその分ここに長くいると思うぐらい、やっぱり他のグループもすごくめちゃくちゃ魅力的な、本当に
すっごいいいグループだと思うけど、私はやっぱり瀬戸内のグループだから、そう STU に入ったわけで、だなだな。そう、私は STU がねなかったらアイドルになってないから。だってそうなの、 STU がしかも1年早くできてても多分オーディション受けてないと思うしって感じかな。この2023年までに STU ができてなかったら私は多分もう一生アイドルにはなってないと思う。そう、アイドルじゃない、芸能界じゃない道で楽しく暮らしてると思う。そう、兼任はしてみてもよかったと思う。でも私自分のことだけでいっぱいいっぱいだし、ただでさえ兼任してないのになかなかみんなに会えない日々があったりとかするからね。なんかコンサートで久々に会ったりとか、そのそうお話し会で久々に会ったりだったりとかもう多かあったりなかったりだから、そうなんか兼任しちゃうと、そうなんかそう よりなんか STU とかできなくなりそうだ。いや兼任制度、いや本当に兼任ってすごいよね、すごいよね。私兼任じゃないけど、兼任じゃないけど AKB の選抜に入れてもらってた時期もあるじゃん。あれそこまで詳しくないけど、私が AKB の選抜にも入っていた、でも STU っていうのを知ってる人、なんか友達とかもね、なんか友達とかも普通に私 AKB 兼任してると思ってた人もいるぐらい。そうだって、そうだよね、 AKB のシングルに入ってるけど AKB じゃないって難しいよね。でも同じ48グループだから、まあ、くくりで言えば全部一緒なんだけどっていうね。そうなの。でも確かに19期生、まだ19期生の話する。私でもおされさんのあの激かわな衣装はちょっとあれをたくさん着れるし、しかも新衣装だけじゃなくってもう10年以上の歴史があって、10年以上の間の可愛い衣装がいっぱいあって、コンサートのたびにいろんな衣装があったり着れたりとかするっていうのは本当にすごい素敵だし、めちゃくちゃ惹かれる。そうなんか48グループの AKB さんすごい好きなところの一つ。アイドルの好きなところだったけど、可愛い衣装って AKB さんの好きなところだな。そう、衣装展すごかったね本当に。なんかイコラブさんも衣装本出すじゃないですか、おしゃれさんのね。もう全部激カワだよね。もちろん STU の衣装も全部可愛いし、そうやっぱりアイドルの衣装って可愛いよね。まさか私がアイドルの衣装を着る人生があるとは思わなかった。嬉しいよアイドルの衣装、しかも衣装ビリビリに破かれるなんてことはもう一生ないです、一生ないです。よくアイドルってさ衣装破かれてそうじゃない？なんかめっちゃ偏見、めっちゃ漫画の世界だったりのさ偏見。誰か分かってくれる？
そうなんて、まあ、確かにみんなはなんだろう、本物のアイドルを知ってるからだけど、なんかさ漫画の世界とか、そう少女漫画そう、そう漫画とかアニメの世界、そう私の愛称が的な、え、そう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 、え、キラリちゃんとかかな、キラリンレボリューションのね、私が本当にアイドル、アイドルになりたいって思ったもうきっかけでもあるキラリンレボリューションっていう漫画アニメがあるんですけど、の月島キラリちゃんっていう主役の子がひょんなことからアイドルになるんですけど、なんかそうキラリちゃん衣装破かれてそうだな、そこかな、そこかな。あ、ムーランさんありがとうございます。こういいかな、ピンと来たら毎週見てた、そう久住小春さんっていうハロプロの方が実写版もされてて、そうなの、月島キラリちゃんってだから実在しちゃうのよ、もう実写もされちゃうの、そう実写されてる方もめっちゃ素敵だったしめっちゃ可愛かったし、そう次回しかも実際にそのアニメの歌とか、そう歌われてて、キラレボ、そうなんかねアイドルってバラライカバラライカバラライカでしょ、そうで、そうだからね、あのね、あのねって、そうあのアイドルってそうなんか、しかもそうなんかその妬まれるような立ち位置にいる子って本番前に衣装が破かれてたりするのよライバルだったり、その子が売れてること、注目されてることにをよく思ってない周りの女の子たちに、そう破かよく破かれてたりするんだけど、そうあのね破かれてたりするんだけど、でも大体破かれた子ってもうなんかなんとかして出ちゃうの、もうそのビリビリにひらひらをつけてとかでなんかもう逆にすっごい可愛い衣装にしちゃったりするんだけど、そうキヨックさんありがとうございます。でも一回も衣装破られたことないです、当たり前だけど当たり前だけど、あ、丈をショートにしてアレンジとか、あ、そうそうそうとかもする、もうビリビリって破ってショート丈にしちゃったりとかもある、あるんですけど、あ、アニメとか漫画の世界だったらねそうだけど、私が6年半実際のアイドルをしていて、そうちゃんとっていうかないし、多分どんなに本当に多分バッチバチな子が例えばいたとしても絶対衣装には手はつけないと思うなって。でも私はさ、そういうなんかアイドルの裏側風なやつとかしか見なかったからさ、なんかそういうことがあるのかもしれないとか思ってたけど、やっぱり衣装ってその自分のサイズで作られてたりとかわざわざだったり、そのある程度お値段がしてたりとか、衣装一着分新しい衣装をみんな作るだけでも、例えば毎度のコンサートで作れるわけじゃない、1ヶ月に1回新しい衣装があるわけでもないじゃないですか。お、サインありがとう。
そうだからし、例えば私の衣装であって私の衣装ではないから、私の衣装だから 100% 私しか着ないわけじゃなくって、私のサイズで作ってもらったけど全然みんなも着るよだったりするから、そうだからまあ衣装破るってない、どんなに仮にバチバチな人たちがいたとしても衣装にはそう手はつかないです、つかないです。あごひげさんありがとうございます。これはアイドルをして分かったこと。でもみんなは分かってた、なんかえっみたいな、衣装破かれるのみたいな感じだったから。そう、私は本当に少女漫画の見すぎなんです。あのそう、私大体が小学生の時に少女漫画めっちゃ好きで、小学生も中学生の時もだけど、もうすごい、そうそうなの、すっごい少女漫画のだったりする意外とかわかんないけど、かな。破かれると思ってた、そういう世界があると思ってた。でも私だって舞踏会あると思ってたんだよ、幼稚園の頃にとか小学生ちょっと過ぎるまで普通に夜の10時か11時ぐらいから普通にお城で舞踏会があるから、大人になったら行きたいなって思ってたの。でも子供だから9時には寝ないといけないから、そのいけないじゃん、9時には寝なさいって言われてるから、そう始まる前に寝ないといけないの。だから起きていられる大人になったら行くつもりでした。なんか世界にっていうより普通にその辺にはあると思ってた。なんかそんな、多分そんなところに行ったら舞踏会を開いてるところあると思うんだけど、そんなわざわざそこに行かなくっても普通になんかそう普通にあると思ってた、一般の人が行けるぐらいの感覚で。だって物語がみんな舞踏会行ってるんだもん。みんな言ってるの。だから普通にあると思ってた。普通に12時にはちゃんと鐘が鳴るっていう、夜の12時だけど夜の12時だけどすっごい大きな音で鐘が鳴ると思ってた。シンデレラが聞こえるぐらいの大きさでゴーンってちゃんと12回鳴ると思ってた、はい、そう12時、まあでもある意味シンデレラですよね。あの12時に配信終わるんで、お誕生日以外はお誕生日こそシンデレラであれなんですけど、お誕生日以外はそう私たちシンデレラですよね。12時過ぎには皆さんの前には現れることはできないっていう、ほぼシンデレラだ。そうほぼシンデレラだね。魔法が解けちゃう、うわーうわーとか言ってる多分ふわって多分12時過ぎた、アイドルの魔法が解けちゃう、解けちゃう。
スの靴はね、その辺に落ちてるとは思わなかった、別に。あ、はさま王さん2冊ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はさま王さん、はさま王さんありがとうございます。こっちの充電いっぱいになってきたので、えい、こうしちゃいます。変な顔してる。メール打ってます。こうを私ね、よくペンこうやっちゃうんだけどね、分かってくれる人いるかな。一人でいるときはいいんだけど、誰かいると誰、私これ人にあんまりやられるの好きじゃないんだけど、なんか、あ、これじゃなくて私これだ、こうやってやっちゃうんだよね、その分かる、先生に怒られた。そうだよね、超気の人の気を散らす忍法、人の気散らしそう、あんまり言うと気になる。そうだ、気になるよね、ついつい鉄を途中にやろうと思って、あっって思ってここで止める、カチッってなっちゃうから、ここ、これこっちカチッってここ押さえなかったらならないけど、
これこっちってやってもこれを押さえてたら音なんないじゃないですか。ですか、ね、です。花田るいさん、ありがとうございます。花沢るいさん、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 ありがとうございます。私の大好きなアニメの世界から、漫画の世界から、ありがとうございます。あ、F4 だけに、そういうこと、なるほどね、よかった、赤札じゃなくてよかった、ありがとうございます。あ、今日も7通遅れたんじゃね、遅れたんじゃね。あ、ちょっと写真撮れてなかった。遅れたんじゃね、ね、やったね、やったね、やったね。遅れたんじゃね、ね、よかったよかった、よかったよよかったよ。なんか今月もあっという間に終わっちゃうね。そんなあっという間なんてね。あ、来週ご当地観光列車だって。ご当地観光列車タイルの世界、あ、タイルの世界はタイルの世界か。ご当地観光列車のタイルの世界じゃなくて、ご当地観光列車とタイルの世界だって。え、ご当地観光列車、あれスペーシアかな、さっきのやつ違うかね。好きよ、見なきゃ。あ、ってさすごい、それは見なくてはね、見なきゃ。とっても楽しみだ、楽しみなこといっぱいね。ピタノさんと、そうだ、録画されてる、録画されてる、録画されてる、録画されてます、漏れなく録画されてます。ご安心くださいませ。
当です。え、私ね、こんなに好きなのにまだ1話も見れてないんですよ。そのぐらいちょっとバタバタしてて、そうなの、私のバタバタ具合を宇多田さん見れてないので、ちょっと察してほしいですぐらい。そう、うんうん、そう、落ち着いたらゆっくり見れたらいいな。来月かな、来月かな。もうずっと結構録画できてないから、もう見てなくてもちょっといっぱい消しちゃってたりするかもしれない。そんなこんなの毎日です。そんなこんなです。28日ね、ちょっとね、朝も早いし夜も遅そうだし、配信できるかな。お、うん、サインでもさ、ちょっと待って、カンニングします。私、みんなカンニングします。これあともうちょっとなんじゃないかなって思うんだ私。え、どうなんだろう。お、え、すごっ、え、すごい、ほんとにあとちょっとだ。あと3万ポイントないぐらいに。3万ポイントってめっちゃ大きいじゃんって思うかもしれないけど、違うの、私配信始める前で確か20万ポイントぐらいあったよね。そう、だからびっくりしてる。 ありがとうございます。ありがとうね。ね、見てる方もぜひ、あの、余ってるゴールド、余ってるっていうか、なんていうミッションからもらえるゴールドでよかったら、コウモリ飛ばすもよし、飛行機飛ばすもよし、いろんなものを飛ばしちゃってくださいね。そう、あ、ありがとう、みんなもゴールド持ってたわと思って、もうありがとう。発見、ベリーゲンタくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。飛ばしまくろうね、いっぱい飛ばさなきゃです。
パウンパウンパウンパ、うんうん、そう、いろんなものが最近できてなかったり、できてたり、できてなかったり、ちょっと一瞬ここにあるね、ちょっと使い終わって捨てたかったら、よいしょ、ありがとう、ありがとう、すっきりすっきり、これはゴミ箱に、すっきり食べたものもすぐゴミ箱に入れましょう。10時になりました。今は10時半って思って、そうだな、ちょっと配信しようかな、お原稿、お原稿、原稿、お原稿、原稿、お原稿、原稿、原稿、お原稿とは、なで型だ私、なで型、なで型嬉しい、優しそう、なで型ってなで型って優しそうじゃない、優しそう、私、どう、壁に背中つけとこう、優しそうですね、やったやったー、ありがとう、優しい、だからヤミリンは優しいのかあはは、へへへ、ありがとう、優しさでできてる、そう、優しさでできてる、すべては優しさでできてます、そう、うんうんうん、明日はいつだ、
優しさ移動です。でもカビゴンに夜ご飯をあげなきゃ。カビゴンに夜ご飯をあげなきゃ。1、2、3、4。あ、やった、7つ遅れた。やった、満足、充実、最高。私のカビゴン今ね、スーパーに、マスター行ったことあるかな、あるか、マスター、スーパーにっていうのは、ノーマル1、ノーマル2、ノーマル3、ノーマル4、ノーマル5、スーパー1、スーパー2の後のスーパー3です。だからレベル、その1、2、3、4、5、6、7、8個目の評価です。現在の評価、スーパーに、そうなの、これは月曜日、今週の評価、そう、今週の評価なの。ベースですね。そう、ちなみに月曜日の夜、昨日の夜は1時過ぎに寝たから、今んとこ今週コンプリート。私最高記録何なんだ、最高記録どこで見られるんだろう。ちょっと待ってね、スーパー記録、記録ってとこに記録、しかも水内の長男、うん、長男、うん、分析でもない、なんかどっから見られるんだろう。ああの一方のなんかもらえるっていうか、もらえるじゃなくて、うんと、あ、これだ、なんか称号もらえるやつ、メインスキルあった、違う、メインスキルじゃなくて、ポケモンレベル、ポケモンレベルじゃないな、ポケモンレベルじゃなくて、チームスペシャルじゃなくて、あ、若草本舗、本舗若草本舗、私今若草本島にいます。若草本島だとハイパー4までしか行ったことない、違う、ハイパー4のやつしかもらったこと、私マスターになったことないわ、待ってね、シアンのやつ、マスターになったことは、マスターに、私マスターになったことないです。私発覚しました、マスターになったことがないです。今週はマスターになれた、俺もやっぱマスターは難しいのか。あ、いっぱいありがとう、次のが楽しみだね。でも次のまでみんな、なんか言っちゃダメだよ、カンニング、カンニングね、
あ、一回ある、いいな、いいな、そうなんだ、そうなんだ、いいか、そうか、全部消えてる、みんな読んだかな、写真集限定生写真付き、写真集限定生写真、こちらの絵柄です、カットボタンからチェックできます、何卒よろしくお願いします。生写真全部かわいい、やったー、ありがとうございます、やったやった、誰か次の18分っていつ来ますか？ちょっと自分で計算するより聞いた方が早い気がして、ちょっと聞いてみて、お手すきの方、お手すきの方、ちなみに私は何時から始めたんだっけ、これ何時から始めたの、自分のところでね見れないのよね、そのプロフィールみたいなやつ出せないのよね、あ、あと6分ほど、あ、早っ、6分後かな、早っ、すごっ、あ、18分まで、26分から、あ、20時26分からだから、あ、違う違う、18分までに、あ、あと2分みたい、ありがとう、ごめんね、私の聞き方が悪かったし、こんなに聞き方が悪いのに理解してくれてありがとう、私は10時18分まであと何分って聞いたんじゃなくって、じゃないんですよ、なのにそう18分だけで、ありがとう、さすが、あと2分だそうです、そう10時14分かな、なるほどね、あ、じゃあそろそろか、そう18分刻み、そう18分刻みで表示される上のやつはあと何分で表示されるのっていうのを省略して18分までっていうような言い方になりました、大変失礼しました、それで分かってくれてありがとう、ありがとう、ほんなら大丈夫かな、ありがとう、なんか私そうすごい言葉足らずが最近多くって、さらにその言葉足らずな上に記憶力がないから
おお。に来たに。ありがとうございます。すごい。ずっとありがとう。コウモリ。ありがとうございます。ありがとうコウモリ。すごい。すごすぎ。ありがとう。ぜひ今来た方もちょっと前から見てる方もその無料のチャレンジのところをやったらなんかゴールドがもらえるじゃないですか。ちょっとずつライバーにギフトを送ろうと配信を視聴しようで10ゴールドずつとかもらえるし、コメントをするだけでも10ゴールドもらえるんですが、そのもらったゴールドであのコウモリを集めてます。コウモリ、そうなの、ありがとう。全然みんなの無料のゴールドでも、はい、そう、そうそうそう、視聴ギフトコメントで30ゴールドもらえたそうです。ちなみに例えば3つある方は1個ってやるより1,2,3ってやった方がお得だし、10個連続で投げられる方は10個連続で投げた方がよかったりします。何とぞです。うん、そして飛行機、よいしょ。パスちゃんさん、ありがとうございます。写真集もありがとう、チェックしてくれてありがとう。12時まではやりたい気持ちが山々なんですが、10時半はちょっとあれだな。うん、じゃあ次の切りがいい時間、今日は11時には終わりたいと思います。あ、札幌の牛さん、ありがとうございます。今日も1時までには寝よう大作戦ですね。1時までには寝ましょう、お互い。はい、でも半まではね、もうちょっとだから、せっかくだから 1時までじゃない1時までじゃなくって11時までぐらいにします。はい、デスマス。うんうん、せっかくどんなに遅くってもどんなに何も間に合わなかったりとか、もうどんなに何かがあっても1時半には絶対寝ないと、カビゴンのやつなので絶対1時半には寝る。
はい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 、明日のスケジュールをいただきまして、明日はちょっと夜が遅くなるので、明日夜の配信は できないかもしれなくって、もしかしたらお昼にやるかもしれなくってって感じです。ちょっとお昼の合間の時間にがちょっとだけ、ありそうな感じもしたので、お昼とかに通知来るかもです。いただきます。そうだね、無理の範囲でね。ありがとう、皆様も無理のない範囲で、本当にお互いね、お互い無理のない範囲で、見て、かわいい、ココアにもらったブレスレットつけたクマちゃんに超似合ってる。これもかわいい。かわいかったね。かわいいね。よかったよかった。よかったよかった。30分ちょっとお世話になります。よろしくお願い、よろしくお願いします。コンタクト、ここ良いとこ、コンタクト、よろしくです。なくなった13、はい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 、はい、大丈夫です、解決しました。
思ってるよね。待ってね。たこ焼き食べたくなってきちゃった。泣いちゃう。たこ焼き食べたくなってきちゃって泣いちゃう。片付け中。明日9月の末まで。ね、聞いて。この券さ、違う、2月の末までなの、この券使えるの。聞いて、聞いて、みんな聞いて。あのね、あ、来年さ2024年じゃん。だからさ、2月の29日があるんだ。だからね、この券も2月の29日までなの。あ、期限付きなんだね。そうなの、期限付きなんだ。期限付きなんですよ、これ。そう、一日お得。まあそうだね、一日お得。でもこれで、あ、そうだったわ、そういえば来年うるう年ってなって。な、うるう年何しようかな。うるう年何する。うるう年何曜日なんだろうな。ちょっと調べます。私が代表して調べます。うるう年はダラ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 、じゃん、木曜日。うるう年は木曜日です。2月29日木曜日でした。木曜日でした。木曜日だそうです。木曜日何してるだろうな。みんな何してる。お得な日、お得な日何してる。みんな何してるかな。何してるだろうな。本当に何してるか想像つかない。何が好きなんて困った。お腹鳴っちゃった。ここ一回ハート作ってるんです、実は。
2番はね、なの。だからいいけど、もし隣に君がいなくても悲しいように。これから先こと抱えたくなる見とれたい。2位、ありがとうございます。2位キープ、ありがとうございます。すごいすごい、ありがとう。すごい、100万ポイントいきそう。総額、総額総額じゃない、総なんだ、総ポイント、総額でも別に間違いじゃないね、間違いではないか。100万円あったら、うん、でも100万円あったらダーンって使うかこまごま使うかって言われると、私多分こまごま使っちゃうな。プチ贅沢を何回もしちゃうかも、うん、普段使っているもの、普段節約しているものよをちょっとグレードアップしたいな。なんだろうな、例えば、大きいテレビ買う、今の4倍のテレビ買う、いくらぐらいだろう、何十万はするかもだけど、まあします、します。こまごまじゃないか、全然全然あんまりこまごまでもなかったわら。あとは
基本ブランドものってあまり興味がないんだけど、いいものを一個何か買いたいな。カバン集めるのが好きとか、でも靴を集めるのが好きとかの気持ちはないんだけど、ただなんだろう、イヤリングだったり、あ、ネックレスだな、ネックレス買いたいな。90万ぐらいの一生使えるじゃんネックレスって。そう、イヤリングはね、私多分ね、なくし落としちゃいそうで嫌だな。だからといってピアスは開けないし、そう、ピアスは開けないから90万のだってネックレスなんて普段普通に生きててなかなかお目にもかからないけど、ましてや自分がつけるなんて機会ないじゃないですかね。だから1個買ってもうずっと使いたい、ずっと。いいアクセサリーをつけると自分の自信にもつながる、いいアクセサリーが似合う人になりたいね。そうだね、です以上、夢の話でした夢の話でした。1000万あったら、1000万、1000万あったらなんか100万ぐらいいい投資してみたいな100万か200万ぐらいなんか投資してみたい。私その辺詳しくないから1000万全部はつぎ込めないけど、1000万あったらもう100万200万ぐらい、そうそうで、そうだな、あとはそうだな、なんかみんなを無料ご招待とかしたい。例えばさ、今後ファンクラブをするってなってでさ、いつかやりたいなって言ってるやん、ずっと。もしできたとしてさ、ファンクラブイベントしますって言った、まあ、ファンクラブイベント会場代とかそのいろんなのでかかるから、みんなチケット代がかかるわけじゃないですか。でそういうのないイベント、ご招待イベントしたいな。もう自分の1000万の中から1000万あったらさすがにできそうじゃない、できそうじゃない。どんな豪華なイベントやるんだ。イベントってどれぐらいかかるんだろう。私はその辺わかんない。よっくんさんありがとうございます。その辺わかんないな。1000万あったらイベントできる、100人ぐらいのイベントできる、無料で私が全部出すからってできる。イベントってそう、会場費とか、まあ私のスタイリストさんがついたり、ヘアメイクさんがついたり、スタッフさんの稼働費めっちゃリアルな裏側。もう私は別にそのなんだ、友情出演でいいでしょ、友情出演でボランティアでいいし。そう、でもスタッフさんは一人でやるわけにはいかないから、スタッフさんは必ず、まあ、何人かはいるじゃないですか。
ね、いくらぐらいかかるんだよ。リステもあったら足りる？足りる？その辺わかんないな、裏側。私、そう、あんまりわかんない。アイドルのお給料っていちごとかリンゴとかなんで、ちょっとリアルなことわかんないです。私わかんない。ほにゃ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 わかんないな。しない。あ、商品の追加。あ、スクショしたのバレちゃった。あれ、なんで音が鳴ったの？え、なんか怖いな。え、待って、なんで？あれ？あ、言わなかった。え、不思議。ごめんね、いっぱいスクショしたと思ってたけど試し撮りだから。なんかこっちのルームから配信しますか、いいえってなって、またその配信画面をスクショしてたんだけど、そしたらそのカシャってやつ鳴らないはずなのになって、そのマナーモードにしてたらスクショモードなんないんですけど、なって、え、なんでなんでと思って、そしたらホーム画面に戻ったらならなかった。なんですと。なんでだ、なんでだ、わかんない。でもとりあえずこの写真集の仕様をたくさん見てました。ということで写真集です。ということで写真集でございます。ぜひ、はい、あ、くしゃみにゃ、くしゃみしてないです、くしゃみしてないです。全然くしゃみしてない。気になさらず、気になさらずで済ます。あと15分ぐらいで終わります。11時には終わろうなって言ったので、11時には終わろうなって言ったので、そろそろ、あと15分ほどで終わりました。
ひななさんとひなたさん、本当に あ、チリパ、チリパに出ます。ひなちゃんと、あ、ファンクラブか、ファンクラブか、これはつられちゃうな。ひなちゃんのさ、その現役アイドルのリアルな夜の過ごし方っていうのが YouTube っぽくって見たくない。でもこれファンクラブなんだってなんかずるいな、なんかずるいわ。え、なんかすごい、すごい岩田ひな、すごい。ひなちゃんと あの今度、今週、来週チリパだって、来週、今週か、今週チリパだって思って見たら、 すごい岩田プロ、そう、岩田プロだった。すごいな、プロ、プロはプロだな。今日はプロでした。さて、あと10分ほどで終わります。ありがとう、今日もまったり配信にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとう、ありがとう。プッ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 プププリン、プッ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 プププリン、まったりできた、よかった。私もとってもまったりできました。ありがとう、私の安定剤の皆様、今日もありがとうございました、お付き合いいただき。安定したよ、明日も頑張ろう。そして明日はもしかしたら夜じゃなくてお昼とかにもやるかもしれないので、もっていうか夜できないと、その辺ご了承くださいませ。また予約とかできたらいいな、ゲリラとかになっちゃうかも、お昼とかに、ごめんね、そうなった場合。まあそうだね、通知が来ますんで、そう。あ、今日ラストかな。あ、
ありがとうございます。ありがとうありがとう。またどうなのかなっていうのはちょっと終わってからカンニングしてみます。あ、すごい。そしてハロウィンのやつ100万超えだ。すごい、ありがとうございます。全然、え、50万とかだよね本当は達成のやつってね。そうだもんね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。倍もらえる、そんなことがあったらいいけどないです。倍くれたらいい。そうだよね、いつも思うね。あ、3万盛り上がり。え、初なの3万盛り上がり。え、すごい。2万9700盛り上がり、すごっ。あともうちょっとで、あ、待ってー、惜しいんだけど今2万9980盛り上がり。みんな盛り上がってこう。盛り上がってるか、イエーイ。手が入りきらない。まもなく。これだよって、私のとこでは超えてないからみんなフライングしないで、しないで、いつも待ってね。まだだからね、私のとこ遅いから、自分が思った20秒後ぐらいに言って。お、あ、3万盛り上がりきた。お待たせしましたやったー、盛り上がってる。ありがとうございます。めっちゃ盛り上がった。最後にありがとう。盛り上がってる。これはきっとこのコウモリのギフトだったり、みんながいっぱいコメントくれたり、あとはいろんな人が見てくれたり、いろんなことが重なって3万盛り上がってます。ありがとうございます。ありがとう、ありがたい。盛り上がってます。盛り上がってるところ、あと3分ぐらいで壇上を読ませていただきます。これありがとうございます。あ、写真集もぜひよかったら何卒。写真集今日の分大丈夫ですか皆さん。今日の分、今日の分大丈夫ですか。うんうんうん、なかなか
良いですか？良いですね。良いですか？あ、お、お、まもるさん、ありがとうございます。ありがとう。ございます。ほ、それでは壇上を読ませていただきたいと思います。13位ひでさまさん、ありがとうございます。12位ゆっきんさん、ありがとうございます。11位てらこぼさん、ありがとうございます。10位ひろさん、ありがとうございます。9位カープ HK さん、ありがとうございます。8位レトクルさん、ありがとうございます。7位にもすけさん、ありがとうございます。6位ほんさん、ありがとうございます。5位みんみんさん、ありがとうございます。4位かさおきさん、ありがとうございます。3位おっくんさん、ありがとうございます。2位出会い頭のネキトロさん、ありがとうございます。そして1位はキュウさん、ありがとうございます。皆さん写真集のチェックもたくさんしてくださってありがとうございます。そしてコウモリもたくさんありがとうございました。おかげで今日は2位になりました。ありがとうございます。あと1週間ぐらい、ちょうど1週間、もしや、もしやもしや、あとちょうど1週間ぐらいですかね、ですかね。うんうん、そんな感じですかね。はい、じゃあ終わりたいと思います。今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。私はお風呂に入ります。マイナスで入ってきます。おやすみ。